どうも、佐野太郎でございます。隊長のグラウンデッド実況。前回の撮影で建材が欲しいとコロちゃんに頼まれまして、裏でこそこそ集めておいたので、まずはそこからご覧ください。どうぞ。コロちゃん。はい。ん?ちょっと見せたいものがあるんだ。はい。こちらへまずどうぞ。まず水を飲めるところを二つにしまして。おう。あのね、結構溜まっちゃってね。ちょっと処理が大変だったんで、二つにしときました。なるほどね。で、二つ目。はい。こちら。まあ、もう見えちゃうんだけど、乾燥する装置を増やしておきまして。おお。で、これでいつでもね、干し肉と干し草を作れるようになりましたと。すげえ。で、さらに三つ目。それ。それ。え、すごくね、建材。見たまえ、この建材の量を。すごい、えぐ。かき集めたよん。やば。頑張ってかき集めたよん。すげえ。で、まあ、多分これで作れるものは大半作れると思うんだけどね。うん。で、まあ、気持ち程度のね、このね、葉っぱもね、うん、集めておいたんで。すげえ。で、さらにね、こっち、はい、外のね、この道具箱に、まず、これ右だね。右の方はこれ粘土だっけ?石とか粘土?左が粘土。左が粘土か。左が石と粘土で、右がクローバーやら、そう、繊維やらが入っております。すごい。で、まあ、乾燥した食べ物も、まあ、とりあえず作っておいたんで、その中粉入ってる。お。結構あるじゃろう。干し肉。これで料理作れるぜ。いいね。ね。で、まあ、現状で手に入る奴らは、ほぼほぼ、まあ、ストック集めておいたんで、こっちにね。おう。頑張ったよ。ねえ、クモもめっちゃ倒してあるんだよ。そう。クモも結構やってあるんだよ。で、まあ、集める気はなかったんだけど、目の前にね、カラスの羽が落ちてきちゃったんで、はい。壊せるかなと思って、このね、ティア2の斧でやってみたら壊れちゃったから、とりあえずまあ集めてあるんだけど、ここにね。カラスのやつって、確か矢に使えるんだよ。あ、じゃあアンロックしてくる?アンロックしちゃおう。アンロックするか。じゃあ、ついでにね、今から行くところに、それの施設があるから、これ持っていこうかな。オッケー。で、このね、虫のこのハンマーでね、うん。まあ、砥石やら珪石やらを壊せるようになったんで、これも壊していきたいね。これ道具の強化に必要だからね。で、残念な話がね、はい、この、蜂の槍がさ、もう耐久半分以下になっちゃってさ、修理したいんだけど蜂が出てきてくんねえっていうね。蜂ちゃんが出てこなかったの全然。この辺蜂出てきてもね、一匹そこらだからね、全然追いつかないんだよね。だもんで。テントウムシの防具作ってもいい?いいよ。それもね、集めておいたから。どうぞどうぞ。あざーす。私はちょっとね、蜂の槍はしばらくちょっと使わないでおいて、蜘蛛の探検作ります。OK。OK。さーて、どんなもんかな。で、コロちゃん用のね、はい、追加装備もこの中に入ってるから、見てちょうだい。ハンマーと、弓を入れてあるかな。上の段の左だね。ハンマー。あと、え?クモの槍を。クモの弓はもらえます。うん。あれ、ハンマーなかった?ハンマーは石の、小石のハンマーが入ってる。あ、ごめんね、ちょっと待って。あ、間違えた。ハンマーじゃなくて、水筒だ。あ、うん。お水筒入れてあるから、水筒どうぞ。水筒もらえます。ハンマーはね、そうだ、素材がなかったんだった。ハンマー。すまんな、ハンマーは、まだお預けだ。大丈夫だ。しばらくこれでいいよ。さあ、本日案内したいところがですね。はい。これちょくちょく、左上にさ、スキルじゃないや。クエスト出てくるじゃん。はいはい。どこどこ行けって。で、前回ラボ行ったと思ったじゃん、うちら。はい、うん。いや、先がありましたわ。ラボの先ありましたわ。こっちじゃ。行くぜい。あ、お弁当持ってた方がいいかな。あ、お弁当持った?お弁当持ってない。とりあえず、なんか作っとこうか。作りあるし。毛やら何やら集めておいたから多分ね、いろいろ作れると思うんだ。
あ、結構時間かかるもんね、これ。あ、そうなん。あのね、料理にしないとね、乾燥した食料ね、全然お腹満たされないんだよね。あの、焼いた肉の半分ぐらいしか回復しなかったかな。あ、時間かかるんだ、これ。作るまで。あ、意外と時間かかるね。あ、じゃあ作っときゃよかったね。でも、作っちゃうと消費しちゃうんだよね、確かね。そうだね。まあ、とりあえずなんか焼いとくか。近場のやつで。試し切りしたいし。あれ、この辺さっき、アブラムシがいたように見えたんだけどな。いないな。アブラムシ？アブラムシ？アブラムシいないな。いないな。あ、そうだ。なんかくぼんだところにさ、旗が立ってたとこあったじゃん。うん。あれもクエストっぽかった。へぇ。なんだ。くぼんだとこ、なんだっけ、爆弾仕掛けろってあったじゃん。うんうん。あそこに盾のマークがあったのはね、それのクエストっぽかったんだよね。なるほどね。え、それ以外もね、胎児の目印、踏み石の頂上、除草剤散布機の頂上っていうところに目印があるっぽいから。うん。それをもうなんか作るのもクエストっぽいね。できた。あ！ああ、それか。今触ってさ、何、うん、ってなった今。それね、泣くんよ。あ、こっち入れとくね。はーい。はいよ。あし、あし、終わった。これをね、飾ることによって、この飾った相手へのね、ダメージ量が増えるっぽいんだよね。おう。そう。じゃあ、殴ってみなければいけないな。そうだね。いたいた。やってみる？やってみる。どう？お、強い強い強い。感覚は。え？めっちゃ強い。ほら、わ、サクサク倒せるよ。痛え！ちょっと見て見て、あ。ん？ん？どこ取るとは？おー、いいね。一応、蚊の素材もね、集めておいたんだけど、あと一個必要かな。修理するのには。痛い。武器は耐久マックスになってる。あ、大丈夫？体調つついちゃった、もしかして俺ら。多分つついた。ペロ。時間は日、いや、これ夕方かな、これ。朝か？これ時間わかればいいんだけどね。あ、ごめん、ちょっと、行こうって言ってなんだけど、ちょっと修理してくる。はい。装備の修理をしてくる。いやー、できればね、蜂の装備が欲しかったんだけどね、蜂全然出てくんねえからね。蜂が全然出てくんねえからね。修理しようがないんだよ。この前ね、蜂見たのがね、左下のね、ところで見たことある。あ、左下？たくさんいたよ、ハッチ。マジで？うん。まあ、いいや、しばらくは、アリンコ装備でいいや。え？ん？ただ、アリンコさ、戦闘向きじゃないんだよね、こいつね。あ。そう、運搬だけだから、能力が。なんかないか、いいの。この現状のやつよりもいいやつなんかないか。雲！あー、雲牙必要じゃん。くれれば雲。作れれば雲。作れれば雲。あ、一応これヘッドライト持ってくか。そうだね。幼虫のゴーグル、ガスマスクは作ったしね。蜂蜜がな、作れればな。いや、一応雲装備はね、頭以外はね、作れるな。大きな脅威ってなんだろうね。ん？どんぐり装備の大きな脅威。大きな脅威？なんだろう。いや、スキル。大きな脅威。なんだろうね。ね。大きな脅威。雲が、早いスタミナ回復。あ、これいいな。蜜蜂がな、弓季節でけえな。な、その蜜蜂の毛が全然落ちねえんだよな。ああ。
これ、あれか。一回寝といた方がいいかな。あ、朝じゃないの、これ。あー、これ17時って書いてあるから夜、夕方だ。夕方か。もう、あと1時間ちょっと、この辺うろつこう。夜はそこに案内したくないな。